はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日はね、えー、先日、昨日からね、登場してます。サッカー日本代表。カードを、えー、評価していきたいと思います。で、だいたい、まあ、3日間に分けて評価していこうかなと思うんですけれども、まあ、今回はね、ゴールキーパーディフェンダー編ということで、やっていきたいと思います。 まあね、まさかのね、一発目の限定が日本代表ということで、まあ、いろんな声があると思うんですけれども、まあ、僕的には、まあ、選手ザーって見たんですけれども、まあ、結構いい限定になってるんじゃないかなと思いました、正直ね。まあ結構、うん、使える、まあ、使えるって言ったら失礼ですけど、まあ結構その強い選手とかも中にはいて、まあ、ただグレードがね、ちょっと高かったりはするんですけれども、まあそこをね、手に入れれるかどうかっていうのはね、今後、 今年のね、シーズン。まあ、スタートダッシュ上手く切れるかどうかというところで、まあ、結構なね、分岐点になるかもしれないのでね。まあね、狙える人はね、ぜひ狙ってみてください。ということでね、じゃあ早速行きたいと思うんですけれども、えー、あ、その前にね、その前に、まあ今、今回というか、まあ、今シーズン初の限定なので、まあ、限定カードのメリットって何なんっていうところもあると思うんで、一旦そこから触れていこうかなと思います。はい。 まずは、まあ一つ、能力値の問題で、まあ主要能力値がね、結構レギュラーよりね、引きされてます。引きされてるというか、まあ高めにされてます。例えば、まあディフェンだったらディフェンス値がちょっと100ぐらい高いとか、フォワードだったらオフェンス値がちょっと高めとかね。まああとはタイプとかにもよるんですけど、選手の。まあ大体でもこの二ステータスは、大体優遇されてると思います。まあどういうタイプの選手かによるんですけれども。で、あとはまあチームスキルがちょっと優遇されてたりとか、 あと、ボーナスセンスがプラスセンスもらえる限定とかもあったりとか、それとかダブルセンスもらったりとかね。まあそういう、えー、メリットがありますね。はい。なので、結構その、ディフェンスがね、100変わるって結構で大事なんですよ。100って結構でかいので、まあそこをうまく手に入れて、やっぱ強くしていくというのが、まあ強くなる道の一つの方法でもあるんですけれども、まあ別にレギュラーカードがね、弱いというわけじゃないので、そこはね、勘違いされないように気をつけてください。 ということで、じゃあやっていきましょうか。じゃあまずはね、ゴールキーパー、ゴンダシュ一選手からいきましょうねで。スキルね、いいですね。まあ悪くないで書いてますけど、まあいいと思います。はい。ゴッドハンド、後方からのロングフィード、まあフィード系、まあハイボールディフェンスはエアウォールの C 版なので、まあ間合いがね、レギュラーは間合いがあるので、まあレギュラーの方がスキル的にはいいと思うんですけども、まあさっきちょっと話したように、まあディフェンスあたりとか見たらだいぶ、こっちの代表の方が強いし、まあボーナスセンスもね、 ディフェンス20%アップ、文句ないので、まあ、正面の強さで言ったらこっちかなと思います。ただまあいろんな、例えば1対1とか、まフラスル対策とかするんだったらレギュラーの方がいいし、そういうスキルの対応面はレギュラーの方がいいかな。うん。ただ正面の止める感じとかはおそらくこっちの方が強いんじゃないかなというところです。まあ、評価としてはまあ悪くないですね。いい選手だと思います。まあね、ゴールキーパー。まあ悩むと思うんですけどね、もしレギュラーとね、一緒に持ってたらね、まあ、そこはちょっとね、考えた方がいいと思うんですけれども、まあ、吉原氏ありますね。 レギュラーと比べちゃうとね。でもこのカード単体で見るといいカードだと思います。では次行きましょうか。はい、上田直道選手。上田選手ね。まあパッて見たんですけれども、スティールがね、ちょっとないというところで、ね、まあタックルとフィードということで、まあちょっとガチならきついけれども、まあね、まああとは今回の代表のカードはちょっと全体的にまあいいカードちょっと多いので、まあ目立ちはしないんですけれども、まあディフェンサー対とかはね、レギュラーのカードよりも全然高めだし、まあとりあえず、 センターバックがいないとかであれば使うのは全然ありだと思います。で、あとチームスキルもね、a スキルもらってるんで、まあ、そこもね、レギュラーカードと比べたら優遇されてるとこなんで、まあ、そういったとこね、判断していただければなと思います。で次、えー、中山優太選手ね。中山選手いいですね。スキルもいいし、まあ、ガーディアン、インターセプト、フィード。 うん。で、ボーナスセンスもね、スタミナ大事なんでね。でえー、スタミナもね、いいということで。で、適性がね、結構あるんですよね。サイドバック、左サイドバック、センターバック、で、えー、ボランチ、センター、ミッドフィルダーね。どこでもいけると思います。うん。どこでも使える。うん。もう手薄なポジションに、まあ結構ね、手薄なポジションっぽいところもあるので、サイドバックだったりとか、ボランチのディフェンス高い選手とかね。まあどこで使うかはもう皆さんの自由だと思うので、まあ手に入ったらね、 まあ、あぜひね、その、使いたいポジションで使ってあげてください。まあ、あこれはね、本当に当たりの一枚だと思います。じゃあ次。はい、吉田麻也選手ですね。スキル、こちらもいいですね。ピンタク持ってて、まあ、あフィード系のレーザービーム、インターセプトがあると。で、95なんで AAB スキルということで、まあ、あこの組み合わせも悪くないかなと思います。で、ま、あね、チームスキルもスタンメンディフェンス強化。まあ、あディフェンス3%パーでかいですね。ま、あ4%パーになるんかな。ちゃんと突っすればね。まあ、でかいね。 で、ボーナスセンサーもダブルセンサーありまして、パワーもね、結構大事な要素なんで、で、もともとパワータイプなんでね、パワーも結構高めに設置されてるので、ここも、こうね、強くすることでね、やっぱね、まあ、パワーっていうのは、まあ、どういうところに影響してくるかというと、まあ、まあ、例えばタックルの強さとか、まあ、おそらくですけど、タックルの強さとか、まあ、例えばゴール前のね、競った時の強さとか。 おそらく影響してくるんじゃないかなと僕は思うんですけれども、まあ、どうでしょうね、まあ、そういったところ強いと結構心強いですね。まあ、J クラ、結構ね、コーナーキックからの失点というのはね、ちょっとね、どうん、まあ、多いっちゃ多いと思うんですよね。まあ、特に相手のフォワードがいい選手なほどね、うん、そことかをカバーできるんじゃないかなと思うので、今のところね、センターバックとしてね、一番強いんじゃないかなと思います。まあ、ディフェンスあたりもね、当然高いし、1300超えてるんでね。 ま、ここ手に入ったら、ま、スタメン起を考えていいと思います。まあ、センターバック、はい。ぜひ使ってあげてください。はい。じゃあ、最後になるんですけれども、山根選手ね。山根美希選手。はい。フロンターレの選手なんですけれども、こちらね、ちょっと、まあ、タックルが、んインターセプトでない、ないんですよね。 うん。インターセプトなので、ちょっときついかな。タックルがないのはちょっとね、やっぱきついと思います。まあ、正直レギュラーがピンポイントタックル持ってるので、そっちの方がいいかなと思います。で、当然限定ってね、まあ、先に言っとくと、全部当たりなわけないんですよ。まあ、どうしてもこういう扱いを受けちゃう選手っていうのがいるので、まあ、そこはね、まあ、仕方ない部分だとは思うんですが、ちょっと山根選手に関してはちょっと、ちょっといちょっと、ま、そういう場面になる。 カードがどううしても多いといとか、まあ、タイプ的にね、このゲームに正直向いてないとは思うんですけどね、スタイル的にね。どっちかっていうと J クラって守る,守る方に主を置いてると思うんですよ、サイドバックって。攻めるよりはね。 なので、そこがちょっとね、プレイスタイルとちょっと噛み合わないところとかもあると思うんですが、まあもうちょっとね、強くしてもらってもいいかな。結構ハズレカード多いイメージなんで、まあここはちょっとどうかなというところですね。まあちょっと正直、起用は厳しいと思いますね。当たったら、まあレギュラー当たるまで待つのが無難かなと思います。はい。でね、まあこれで今日は、はい、以上になるんですけれども、まあね、最初の限定日本代表というのは賛否両論があると思うんですが、まあ僕はね、まあその、 まあ新しい、まあこれきっかけにもしかしたら代表が出てるんだなと思って始める人がいるかもしれないし、まあそういう幅を広めていくのはいいとは思うんですが、ただね、まあ J クラって歌うぐらいなら <laughs>、正直まあその気持ちわかります。あの、なんで代表なんだっていう人の気持ちもわかりますし、まあ代表でもいいじゃんっていう人もいると思うんで、まあこれは賛否両論あると思うんですが、まあ僕はどっちもどっちかな、正直。まあ別に J クラできればいいしっていう <laughs>。 まあ、クラできれば別に何来てもいいんですすけけどど正直なしはい <laughs> もう富谷選手待ちますけどね、はいまあ、多分ね第2弾、第3弾あるんかな、第2弾はあると思います。第3弾ちょっと分かんないですけど、もしかしたらこのままいけばもう終電がちょっと代表の最後らへんに重なるんじゃないかなという見解ですけれども、まあね、明日以降もね、ディフェン,、えー、フェンダーも終わりかな、ミッドフィルダーの選手とフォワードの選手ね、 明日以降やっていきたいと思いますんで、ぜひね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また頑張って動画作ります。ということで、じゃあ、今日はこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。こ,れこの辺で失礼します。バイバイ。